皆さんこんにちは。お寒い中、大勢の皆さんお集まりをいただきましてありがとうございます。札幌 NH シーズン2017冬、もういよいよ1月の28日からスタートいたします。札幌演劇をされる、劇団の数も非常に多い、またそのレベルも高いというふうに言われておりますが、そのことをもっともっと多くの人に知っていただきたい。そして札幌から全国に、この演劇でですね、演劇の街と元気な街ということを発信していきたいという思いでこの演劇シーズンをスタートしております。ロングランで約1ヶ月、今まで好評だった作品を上演するという、全国的にも例のないイベントであります。先ほどの荻谷院長から詳しくいろんなお話をいただきました。ぜひとも皆さんに足を運んでいただいて、この演劇ファンをどん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 増えて、札幌の元気をですね、全国に発信をしていきたいというふうに思っているわけです。この後もそれぞれの劇団のパフォーマンス、素晴らしいパフォーマンスがあると思います。ぜひ、皆さんお誘いの上ですね、この演劇シーズン鑑賞いただければというふうに思います。今年の演劇シーズンが成功裏に終わりますこと、そして、多くの皆さんが活躍をしてこの札幌を元気にしていただくことを記念いたしまして、お祝いのご挨拶をさせていただきます。本日はありがとうございました。